はい、こんにちは。トールと申します。今回は、アニメ「グレートプリテンダー」のですね、1話の感想とかをちょっと言っていきたいと思います。ただまあ詐欺師アニメっていうことで、こうネタバレ的なのをしてもあまり良くないというか、なんかそこは作中に書かれてるから語るとこじゃないよね的な要素が大きいと思いますので、まああんまりネタバレ的な話をしない方向でいきたいなというふうに思っています。はい。で、まあ全体的な感想としては、まあ2人のね、詐欺師が出会うっていうところでね、まあこの部分がもうネタバレって言われてしまったらもうどうしようもないんですけど そんなわけで物語がね、始まってしまうということで、明確な目標があるわけじゃないんですけど、とりあえず出会ったっていうところが、今回やったんじゃないかなというふうに思います。はい。でですね、まあ感想としてですね、もう真っ当に面白かったですね。はい。もう特になんかこう気になる文句をつけたいようなところは何もなくですね、普通に楽しむことができました。はい。で、なんていうかこう、ハリウッドっていうね、いう言葉を聞いていたので、なんかこうアメリカ映画的な、感じなんかと思ったんですけどね、普通にこう超王道の詐欺師ものやったなというふうに思って、多分僕がハリウッドってどういう意味なのかよく分かってないところがあるんやと思うんですけど、どちらかというと、なんていうかこうイギリス映画みたいな、こうしっかりしたシナリオ通りに上手な人が演じる映画っていうかね、そういう雰囲気をね、感じたんですけどね、僕だけでしょうかね はい。で、やっぱ物語、話としてね、1話の中にですね、すべてね、ちゃんと織り交ぜられてですね、書かれていてですね、で、サイベイの演出も素晴らしかったということで、普通に面白いアニメだなというふうに思いましたね。はい。ね、なんとなくこうね、騙し合い的なね、世界なので、まあルパンと三世とか、まあ最近ルパン三世もそんな感じでもないのかもしれないんですけど、そういったね、騙し合い的なのにね、まあそういうのが好きな人におすすめの話じゃないでしょうか。はい。まあ日本でもまあ詐欺師のドラマとかがねあったりするので、そういうのが好きな人は、結構楽しんで見れるんじゃないかなと思うんですけど、はい。で、まあアニメーションとしての強みをどう活かせていけるかが鍵かなというふうに思うんですよね。現状この話って、要するにドラマでも全く同じものをすることが可能なので、そのあたりをね、どういうふうに書くかっていうところが、ポイントだと思います。で、まあ、ただやっぱ考察ものとしてはね、こう1話ごとに感想と考察を言うものとしてはあまり向いてないような気もね、ちょっとしているので、そういう意味では何かこう、このアニメがね、最後まで終わった後に、まあ感想をね、言ってみるとか、まあもしくはもうとりあえず1話1話とかね、毎回楽しめるので、まあ特に出すほどでもないかなって僕が思ったら、出さないようになるかなとは思うんですけど、そんな感じでした。だって結構良いところが分かるように作ってくれてますからね。今回のオチとかもね、とても明快で面白かったですね。はい。で、まあ、ネタバレとかをせずにですね、考察部分で言うなら、やっぱりこうアニメーションで、書くことの意味っていうのをしっかり見出していくことが大事じゃないかなと思うんですよね。特にこうね、ドラマとかでね、詐欺師ものを見てる人は結構ね、役者さんのことが好きやから夢中になって見てるとかもね、だいぶあると思うんですけど、そういったね、特性はアニメは使えないので、まあ、使えないことはないんですけど、使いにくいのでね、なんかアニメだからできる演出的なところですね。でも最近はなんかドラマでもアニメ的な演出をするっていうのが流行ってるので、この辺りの差別化も相当難しいだろうなっていうところで、僕は思っていますね。まあただそのアクションシーンとかですね、それこそその何て言うんですかね、こういうその見たいところのアングルだけ、ね、しっかりとこう書いたりとかですね、それこそなんか描きたくないものに関しては描かないっていうところがですね、アニメーションにおいてはできるので、そういう意味では書いてるものは全て意味があって書いてるっていうね、そういう特徴をうまく使って、なんかこうおっと思わせるような演出をね、今回もね、していってくれたらいいなと思いましたね。今回とかだったら、例えばこう光の演出とかね、派手すぎる演出でもアニメーションだとね、変じゃないので、まあこの女の人がね、いい気分になってることがすごいよくわかりますし、アクションシーンもですね、カメラワークとですね、その人物自体の動きとかをね、連動してね、描きたいように描けるっていうところは、
かなり武器になるとは思うんですよね。まあ、ただまあ詐欺師の話だからそこが重要視されているかっていうと、またちょっと違うところがあるので、これも難しいなというふうに、思いましたね。で、そういう意味で、まあアニメとしての、ね、強みを、ね、どこまで活かせるかっていうところが、ポイントになっていくんじゃないでしょうか。今回はそのアクション的なものとかですね、小物の演出とか、あとはまあ雰囲気の出し方とかね、後ろに書かれているものとか、そういったものがですね、全部つながっていたので、そういう意味では、なかなかいい演出だなというふうに思ったんですけど、やはりまあこれをアニメとしてずっと続けていくかっていうと、例えばこうこのパターンだと、例えばその単話ごとに終わっていくとですね、まあ、2話3話見逃したけどまあいいかとか、なんか3話見逃して4話がはもうまあまあいいかなっていう、こうなんか続き見ていこう見ていこうって、なる人が減る可能性もあるので、そういう意味ではなんかこう難しい要素なんじゃないかなとちょっと思ったりはしましたね。はい。でまあその詐欺師ものに結構ありがちな、なんていうかこうまあパターンが決まってきちゃうっていう、要素があると思うんですよね。まあアニメで言うんやったらそこを売りにするんじゃなくてアクションをね取り入れていくとかですね、ルパン三世とかそんな感じですよね。そういったところでの変化を持たせていけばですね、ドラマにはできない、良さができてくるんかなっていうふうにちょっと思ったんで、まあ楽しみに見ていこうのかなっていうふうに、思いました。はい。まあちょっと感想考察をね上げていくかちょっとわからないんですけど、話としては本当にねまっとうに面白かったので、ぜひぜひね、興味が湧いた方はですね、見ていただけたらと思いますね。はい、ご視聴ありがとうございました。